杉本裕太郎、36試合、2割1分4厘、3本、8打点、OPS584。もともと、ロッテで稼いで、ただけやしな対策されたらおしまいよ。2021年杉本 VS ロッテ、4割3分、13本、23打点、OPS1.409、得点圏打率5割7分1厘、18主君だ。頓宮といい、杉本といい、経験値リセット多すぎやろ、対策されたとかじゃないレベルで打てなくなっとるやんけ。まあ、1、2年でも覚醒したのは良かったやん。杉本おらんかったら優勝、なかったやろ。杉本、まず今年オープン戦から、ほぼ強打ないのがきつすぎるわ。怪我続いてるし、下半身もボロボロなんちゃうかな。杉本って、CS の大怪我から無理して、日知り出て、おかしなったんかなとか、思ってしまうんよな。だいぶ経ってると言っても、30過ぎてるから、治癒力は違うやろし。もう完全に終わってしもたん、ラオウを名乗る以上はもう、ちょっと打たんとな。杉本来年立場かなりヤバそうやな。